ハテルマ型巡視船。ハテルマ型巡視船。型巡視船は、海上保安庁の巡視船の船級。分類上は PL 型、交渉船系は1000トン型。予算要求時の名称から、拠点機能強化型とも称される。建造費は49億円。海上保安庁では、常に、複数の大型巡視船を、尖閣諸島周辺海域に派遣して、 領海警備に当たっているが、巡視艇の常時展開は行われておらず、通常は大型巡視船による連絡を受けてから石垣島や宮古を出港することになる。しかし、尖閣諸島までの距離は90回以上に及ぶため、比較的単行性に優れた30メートル型 PC であっても、現場到着まで最低でも3時間はかかることになる。したがって、 これらの巡視艇が到着するまでは、大型巡視船と搭載艇のみで対応する必要がある。大型巡視船では、小型船を規制するには、機動力が不足であり、また、それを補うため7メートル型高速警備級難艇を搭載しているものの、通常その搭載数は1隻のみであり、不足が指摘されていた。また現地には補給施設がないため、進出した巡視艇は、 清水、食料、燃料などの補給や、乗員休養のために毎回寄港する必要があるが、これも、乗員の疲労を増大させていた。2004年3月には、中国人活動家7名が、領海審判士大釣島に不法上陸し、沖縄県警察によって逮捕されるという事件が、発生した。この際には、母船から、手漕ぎボートで上陸を試みる。 活動家に対して、巡視船は、規制に失敗し、上陸を許すこととなった。この事件を契機として、より多くの搭載艇を備え、またヘリコプターや、巡視艇の補給拠点としても使える大型、巡視船として整備されることになったのが本型である。このような性格から、拠点機能強化型巡視船とも通称される。施設計の段階では3000トン型として、計画されたが、 予算の事情で1000トン型に縮小されることになった。船形は朝鮮主労型である。設計にあたっては、高速高機能大型巡視船、2000トン型及び1000トン型の船型が基本とされたが、上記の経緯より、巡視艇に対する横抱き給油が求められたことから、横揺れ軽減のため、フレーム形状は、角型船形に近いものとなった。船橋構造化の喫水が、 最も深く、船尾に向けてなだらかに浅くなる特殊な形態であり、高速航行時は半滑走状態となる。尖角重量軽減のため、船室はアルミニウム合金とされた。なお設計にあたっては、平成15年度計画以降の高速高機能大型巡視船と同様、高速船の安全に関する国際規則2000、HSC コードが適用され、 航行上の安全性及び信頼性の向上を図っている。また、波浪中の高速航行を考慮したこともあり、船体の部材寸法については、試験などの結果を解析することによるデザインバイアナリシスの手法を、また、船体局部強度については有限要素法、フェム解析を用いた直接計算による検証が行われた。母船機能及び航空運用機能が要求された。 ことから、現、ゆラ装置としては、現用タンク及びフィンスタビライザーを備える。しかし、それでも同様は大きく、減速廃棄と、相まって、乗員には不評であった。主機関は4機の高速ディーゼル機関、推進機は、ウォータージェット推進とされている。また、迅速な離着岸のため、バウスラスターも備えている。電源としては、主電源として、ディーゼル発電機。 予備電源としてシール型蓄電池を搭載している。ヘリコプターが撮影した映像を受信するヘリコプター撮影画像伝送システムヘリテレ装置、さらにこれを衛星通信で地上基地に転送する衛星映像伝送システム洗浄型船テレ装置を備えている。なお操打室上には FCS を兼ねた赤外線捜索監視装置とともに 遠隔監視最小装置も設置された。本型は高速高機能大型巡視船に準じた警備能力を要求されたことから、これらと同様に赤外線捜索監視装置と機銃を連動させて射撃管制機能 FCS を備えている。機銃としては当初は高速高機能大型巡視船と同じボフォース MK340mm 単装機銃が予定されたものの、 価格低減のため、より昇降系で軽量の物資マスター E30mm 基準に変更された。なおこれは、高速高機能大型巡視船が当初、搭載予定だったものの、計画段階で発生した、九州南西海域工作船事件を受けて、より長射程で強力な 40mm 口径の母、法制向け3に急遽変更されたという経緯がある。また選手には、 遠隔操作型の放水砲が搭載されているが、これは、ヒリウが船橋上に装備しているものをもとに多少圧力を高めて使用しており、放水能力は毎分2万リットルに達する。消防船では停船しての放水が基本であることから、本型への搭載にあたって、ヒリウを用いて構想中の放水実験が行われた。搭載艇の増加を要求されたことから、 高速警備級南艇よりも軽量の複合艇を採用しており、船橋工法のボートデッキに7メートル型及び4.8メートル型を各2隻搭載する。要項装置は平成13年度計画の350トン型 PM とから型で装備化された軽量のクレーンによるものとされた。また6番線以降は搭載艇は計3隻に削減された。 一番線以降も、搭載艇は3隻へと順次改正されている。本型は、PC 型であれば3隻、CL 型であれば4隻の巡視艇を同時に、支援できる能力を有する。補給は停戦して、横抱き式に行うことから、蒸気のように、船体設計上の配慮や弦、由ら装置の搭載などが行われたものの、それでも、低速停戦時の動揺は大きく。 洋上補給は海域、海峡を限定せざるを得なくなった。東日本大震災に対する救援活動の際には、これらの液体補給能力や複合艇の洋行抑連を転用しての二役により、ロジスティクスで大きく貢献した。なお、戦備艦班はヘリコプター艦班としており、ヘリコプターへの給油設備も有している。ネームシップである一番船、ハテルマ。 PL-61 が2007年8月10日、三井造船玉の事業所で浸水し、2008年3月31日引き渡しを受け、第11管区石垣海上保安部に配属された。2番線以降は仕様が多少変更されたことから、汎用型の大型巡視船として、かつて28隻建造をされた、知床型を代替し続けていくかに見えた。しかし、 警備任務を重視して、野心的な造船思想を導入したことが裏目に出てしまい、原則廃棄による運用性や低速航行時の安定性に問題を生じ、救難任務における使い勝手が悪かったことから、軽急席の建造で終了した。汎用型として使い勝手が良いように、排水量が多線型線系を採用したく、苦味型巡視船の一番線が2012年に収益した。 夜中に PL-63 及び果てる間 PL-61 は尖閣諸島中国漁船衝突事件にも従事している。原則廃棄についてはかなり不評で一番線、収益当初より蓄生省改正が実施されているが、抜本的解決には至っていないようである。航行すると廃棄で白い船体がすすまみれで黒くなるので入港後、 すす落としのため船体洗浄する様子がよく見られる。巡視船は配属変更に伴って名称を変更することがあるため、上記の名称、所属先は執筆時点のものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。